デビッド・ラッセル・ロンギは、ニュージーランドの政治家。第32代ニュージーランド首相。オークランド・オタフフ出身。オークランド大学法学部卒業。大学卒業後は、ニュージーランド最高裁判所で、法廷弁護士を務める。2年間の世界旅行を経て、オークランド大学大学院へ進学し、法学修士号を取得。1977年の議会総選挙に、 ニュージーランド労働党から出馬し、マンゲレ地区で初当選を果たす。1982年にはニュージーランド労働党党首に就任する。1984年の総選挙でニュージーランド国民党党首、ロバート・マルドゥーに勝利し、20世紀のニュージーランドの政治家として最年少の41歳で首相に就任する。 1984年当時のニュージーランド経済は、伝統的な農業政策の失敗、農産品市場の縮小、政府収入の減少、多額の財政赤字、多額の対外債務、高失業率、高インフレーション、保護貿易体制、高騰する社会保障費用など早急な経済改革を必要としていた。1970年代のオイルショックを受け、農産品輸出は、 激減、対外債務は極度に増加している状況にあった。論議は、経済政策を指揮する財務大臣に、ロジャー・ダグラスを任命し、国民の支持を得られなくとも、改革を断行すると宣言し、政権主導の改革を推し進めた。論議の強力なリーダーシップのもと、民間部門の規制撤廃、農業部門における、補助金、優遇制度の撤廃、税制改革、 競争原理の導入、公共部門の改革、行政部門の役割の見直しなどを行った。その結果、ニュージーランド経済は安定をもたらし、サービスも向上した。ロジャーノミクスと呼ばれる経済、財政、行政改革は、イギリスのサッチャリズム、米国のレーガノミクスと並ぶ20世紀の代表的な経済政策を意味する。経済活動の安定は、 財政赤字の改善をもたらし、急激な改革に反対する勢力が拡大するも、都市部を中心に支持票を取りまとめ1987年の総選挙で論議政権は再選を果たす。1987年の総選挙で勝利した労働党はロジャーノミクスを継続し、1988年に国有企業の売却案及び税制改革案を打ち出す。 しかしこの改革案をめぐり、党内反対派との対立が激化する。同年12月、ダグラス大臣は更迭され、ロジャーノミクスは終わりを遂げる。一旦は混乱収集を図った、論議も、党内反対派勢力の拡大に伴い、1989年8月に首相を辞任した。公認の首相には、ジェフリー・パルマーが就任した。首相在任時より、外務大臣。 教育大臣を兼務している。首相退任後は、検事総長を経て、1996年に、健康上の理由から政界を引退した。政治家としての評価については、後世の歴史家の判断に委ねると言い残し、議会を去る。2005年8月13日、人不全のためオークランドのミドルモア病院にて死去した。1989年に離婚。 21年間連れ添った前妻との間に三子がいる。その後、スピーチライターを務めていた女性と再婚。4 1996年には、第4子となる女子が誕生している。ありがとうございます。